父さんのチャーハンが食べたい。気がつくと私は泣き出していた。あ、お父さんのチャーハンは卵かけご飯をただ炒めただけみたいなやつで、パラパラというよりパサパサだし、隠し味のソースは隠れてないし、お父さんのチャーハンは今日はチャーハンだ。お母さんが風邪の時とか怒って実家に帰っちゃった時とか、そんな時に決まって出てくるものだった。うまいか、うまいか。慣れない料理、慣れない二人きり。高校生になって、あ、今日は食べてきた。外食も増えて、そのチャーハンを食べることもなくなったけれど、結婚式の3日前、お父さんのチャーハンが食べたい。うまいか、うまいか。あの時は言えなかったけど、うまい。あと、ありがとうお父さん。ご飯の数だけ家族になる。東京ガス。